こんにちは、速稼塾の久保です。ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、私ね、健康診断を先月やってきたんですけども、結果が出ました。おおむね良好なんですけども、人間ドック行ってきてね、一点だけ気になるところがあるんですよ。それがね、メタボリックシンドリウム、メタボですね。私もね、もう47ですから、メタボにはかなりね気をつけないといけないと思いまして、筋トレを3年ぐらい前からやってるんですけども、なかなかね効果が出ないんですよ、そのうちにやる気も衰えてきて、でガチンコマッチョクラブになんとかね今救われてる状態なんですけども、BMI っていうね値なんですけども、これがね 18.5 から 24.9 の間で収まらないといけないのが、私はね 27.1 なんですよ。 BMI オーバーしてるんですよね。危ない。で、腹周りなんですけども、いわゆるウエストですよね、これね、男性だと85センチ以下に抑えないといけないんですよ、私の場合ね6センチほどオーバーしてるんですよ。 91.3 なんですね。ウエスト90センチあるんですよ。これなんとかね85センチとか82、3とかにしたいなと思う。要するに10センチほど縮めないといけないんですよね。これね、内燃脂肪なんですよ、おそらくは。で、脂質なんですけども、だいぶ昨年からね考えて改善されたんですよ。総コレステロール値っていうのが130から220の間で収めないといけないものが、昨年は253だったんですよね。で、今年は191ということで、かなり60ぐらいも抑えられていて、今はまあ正常値なんですね。で、次 HDL コレステロールなんですけども、これがね、これはまあ昨年も54、今年は46ということで問題ないんですけども、LDL コレステロールっていうものですよね。これがね60から119の間で収めないといけないものなんですが、これ昨年160あったんですよね。で、1年間通じてみると今年は105にまで改善されてます。ですので、これも問題ありません。で、大事なのはね中性脂肪なんですよ。私の腹周りが太いのも中性脂肪が落ちてないからなんですよ。落ちてないだけならいいんですけども、昨年から比べてちょっと増えちゃってるんですよね。で、これね、正常の値としては30から149なんですよ。驚きますよ。昨年271でかなりのオーバーしてたんですけども、今年は310でさらにオーバーしてるんですよ。150以下、149以下に抑えないといけないのに、倍以上の310なんですね。いや、このね、中性脂肪がこのお腹にある限りね、私はね、メタボの恐怖から逃れられないことと、高血圧とか成人病とかね、脳梗塞とかになっちゃうじゃないですか。で、糖尿病のリスクも高まるんですよ。糖尿病に関しては私はリスクは今のところないんですけども、このまんまこの肥満体系を維持していれば糖尿病のリスクも高まっていくってことなんで、嫌ですよね。でね、私のお腹ちょっと見ていただきたいんですけども、ほら、まあちょっと出てますよね。失礼します。まあ出てるんですけども、はっきり言ってね、そこまでひどくはないんですよ。本当に見た目中肉中背なんですよ。でも、お腹の内側にある、外に出てない中性脂肪、内臓脂肪っていうのが、もう本当にね、正常値で150以下、149以下抑えないといけないのに、私ね、310なんですよ。昨年も270で、昨年もオーバーなんですよ。いや、これはね、やばいなと思いましたね。で、ここを重点的に、お腹の周りを、ね、重点的に落とすためにやっていかなくちゃいけないんですけども、このお腹の周りっていうのはね、一番最後に落ちるところなんで、その前の段階をいろいろ積まないといけないんですよね。この精神力が私持つかなと思いますけども、このガチンコマッチクラブに私もかけてます。ですんで、ミスター M さん、一緒にやっていきましょう。で、この、ね、お腹周りを落とすためのねトレーニング、これをねこれからねプログラムしてもらいたいなと思うんですけども、他にも同じような悩み持たれてる方いませんかね。場合によってはオンライン合宿っていうのもやってみたいなと思うんですけどね、ちょっとご検討いただければと思います。それでは今回は以上です。私のねメタボ対策、この中性脂肪をどうやって落としていくのか、これちょっとガチンコマッチクラブの第一テーマぐらいでやってもらえたらありがたいですね。ちょっとご検討いただければ幸いでございます。失礼します。